皆さんこんにちは。こんにちは。本日はあの有名チェーン店で店舗代表で大会に出場したお方にお越しいただきました、豊岡さつきさんです。よろしくお願いします。こんにちは、豊岡さつきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気になりますね。ね、有名チェーン店、うん、なんだろう。のりさん、早速どのチェーン店か当ててください。大戸屋。え、大戸屋です。え、大戸屋。大戸屋。大戸屋。僕大戸屋大好きなんでね。大戸屋ってすごいんですよ。好きなやつ。大戸屋大好きですから。どうですか。残念ながら不正解ですね。不正解。ですね、ご飯屋さん。不正解だったら、あの残念ながら不正解ということで。うん、あの今週のゲスト、豊岡さつきさんでした。終わんないよ。ちょっと絶対当ててくださいって言ったじゃないですか。絶対当てないって言ったけど、どういうことなんですよ。打ち合わせせっかくやったのに。いや、何ですか。知らないよ、こっちだって。打ち合わせ入れろよ、じゃあいつも。当てろよ。当てるよじゃないよ。せっかくね、打ち合わせして来てくださったのに、これだけで。もう少しもう少しヒントくださいよ。これだけで。もう一回やります。もう一回やる。はい、じゃあもう一回行きましょう。5秒前、4、3。さあ、早速どのチェーン店か当ててください。チェーン店いっぱいありますけど、なんかちょっとだけヒントくれてもいいんじゃないですか。なんかそのご飯とか、まあ、いろんなケーキとかいっぱいあるじゃないですか。せこいな。いや、せこいなじゃないよ。これだけで外れたらまた帰っちゃうでしょ。だって有名チェーン店ですよ。みんなが大好きですね。みんなが大好きだから有名でしょ。豊岡さんも怖いよ、それ当てさせようって気がないじゃん。みんなが大好きです。だ店舗代表でしょ。富士屋。富士屋ってなんだっけ。富士屋、ケーキの富士屋でしょ。あれだって大事ですよ。あ、残念ながら不正解です。やらないで、終わらないでよ。豊岡さつきさんです。待って、ちょっと待ってって、ちょっと待ってください。当てさせてんじゃん、せめてこのくだり2回いらないでしょ、別に。わかるでしょ、普通。みんな大好き。あんたとか好きだろ。牛丼系か。およし、わかった。はい、はい、中尾。おー、残念。もういいよ。なんで。もういいよ。ありがとうございます。もういいよ。ちょっと待って、これ何なんですか。何がしたいの、本当に。あと何回やれば正解してくれますか。何回じゃない、ヒント出せよ。ヒント出せよ、もう少し。だから売れないんじゃない。いや、売れない関係ねえだろうよ、こんなの。東大王だと分かんないよ、こんなの。では正解をお願いいたします。そう、正解はマクドナルドです。おー、ハンバーガーショップですね。普通当たるだろうが。みんな大好きじゃないですか。あんなの誰が作っても一緒なんじゃないですか。あんな。私もでもマックの大会ってなんかちょっと聞いたことあるんですけど、どういう大会なんですかね。なんだ、速さ、綺麗さ、対応の正確さを、そういう競う大会ですね。うわ、それは確かに、そっか、正確さか。なんかでも昔から聞きません、マックの大会。そうっすか。ずっとあるかもしれないですね。3回も失敗したのかな。すげえ恥ずかしいですよね、なんか。いや、恥ずいわ、本当に。これ良くない、当たり前だろみたいな感じの良くない空気だよ、この人たち。チームワークとかすごい大切そうですよ ね。そうですね、結構みんなで一緒に頑張っていくぞみたいな部活みたいな感じだったので、やっぱ仲良くないとできないかなみたいなぐらい。たまに店舗覗くとね、ノリになんかついてこれてない人いますもんね、うん、ありますね。その社員さんでね、社員さんなのか、アルバイトさんなのか。ちなみにマックの方が一番選ぶ好きなハンバーガー何ですか。私はエビフィレオが一番好きですね。エビフィレオ、それ一回も食ったことないんですよ。そうなんですね。最近食べたことはマック1ヶ月前に食べました。何食べたんですか。私サイドメニューばっかり食べました。何なんですか、その前から。そのパターン聞いたことない。カマチョな感じ、何なんですか。違う違う、なんか私あのハンバーガーをマックで食べるのは年にあの2ヶ月3ヶ月ぐらいしかなくて、それはいつかって言ったら11月あ12月から2月ぐらいまでやってるやつ。グラコロじゃない、キーバーガー。グラコロね。グラコロです。グラコロが好きで、
もうグラコロ本当好きすぎて他のやつ食べれない。それはカロリー的なあれで抑えてるとかハンバーガー普段は。あ、じゃないです。じゃなくてグラコロが好きすぎて他のやつ食べれないっていう。ああ、なるほどね。美味しくないですかグラコロ。確かに美味しいですよね。グラコロ好きですね。サムライマックとかサムライ炙り醤油でしょ。あれうまいでしょ。マック史上最強だと思う。美味しいんだ。炙り醤油はマジで本当に美味しくて、あと売り切れが結構多いんですよね。シーズンメニューだったのが今もう定番の定番だって本当に、うん、今日絶対帰りマック買って帰る。マジでコーラで流し込んで、もうマックそのサムライマック食べるじゃん、コーラで流し込んで。あ、私炭酸食べれない。炭酸飲めない。ダメですよ。俺も炭酸は飲まないけどマック食べる時だけ。あんたは飲めよコーラで。俺炭酸ダメなんですよ。炭酸ダメなんですよ。じゃあビールは。でビールも本当あんまり好きじゃないです。じゃあ何コーヒーもブラックだし。じゃあ何でできてるんですか。わかんない。だから炭水化物なんかわかんないですよね。ちなみにそんなにモバイルオーダー入ってます、ちゃんとマックの。入ってると思う。奥さんがやってます、ね、入ってないわ。マックとスタバはモバイルオーダー皆さん入ってください、うん、1年で考えたら確かにすごい時間の無駄なので。ロス、ね、はい。そう、俺が家出たら奥さん頼んでちょうどそうですこのにあれ、あ、デリバリー的な役割。でもマックって別にそんな待つイメージないんですか。いや、これがショッピングモールとかね、フードコートとかだと、まあ、すごいよ。すごい。土日だと結構待ちますよね。でしかもあんだけ並んでるのに着いてから注文考えるんですよバカが。あんのって分かる。前もって分かる。意味が分かんない。私もめっちゃ気になる。俺もそういうバカと思っとけそう。本当バカばっかなんですよ。だって俺 LINE の一言はみんなスタバのモバイルオーダー入ろうが俺 LINE の一言。そう、そんなに本当ちゃんと。いや皆さん時間の無駄ですよって。すいません小川さん全然関係ない話ずっと。ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさいね。軌道修正しなきゃ。マックの方じゃないですか。マックの人ではないですね。あ、元元ですね。あ、ごめんなさい。するほど有名候補じゃないですね。マックの候補の方じゃない。マックの候補ではないですね。お題出したもんだからみんな有名だから余計にね。その大会のなんかメンバーはどういうメンバーだったの。大会のメンバーはまずポテトのポジションにいたのがその当時付き合ってた彼なんですよ、はい、がポテトのポジションにいて、バーガーをこうやって作ってたのは私の弟が担当してて、チームワークいいから、チームワークが良かったんですよね。家でやってるマックじゃないよね。違います。個人経営のマックとか聞いたこと、聞いたことないんですよ。弟と働きますか。仲いいんですね。お父さんが包んでるわけじゃなくて、お母さんも出てきてね。考えたら彼氏となんか弟が同じ店舗で働いてるってだいぶ特殊じゃないですか、ね、そうですね。エモいよね。なんかあエモいかも。エモいエモいですね。めちゃくちゃエモい。エモいよ。だって弟と彼氏が話してんだよ、うん、いやなんかエモくないですか。あ、仲良かったか聞いてもいいですか。あ、聞きましょうよ。仲良かったです。めちゃくちゃ仲良かったです。2人でゲームしてたぐらい、なんか先輩にゲームを教わるみたいな感覚で本当にあのやり方とか教わってたりとか。いやでも豊岡さん挟んでるわけでしょ。豊岡さんと付き合う前から仲が良かったわけじゃなく、豊岡さんと付き合ってから弟と仲良くなったわけでしょ。そうですかね。その場合ちょっと気使ってますよ。うるせえな。いいだろ、仲いいかもしれない。いや気使うよ。すぐ人の中こじらす。気使うでしょ。だって姉ちゃんの彼氏だし、あの彼女の弟だしっていう意味で、まあ、で別れてから2人は仲良くないでしょ。もう、あ、いや全然仲良かったです。仲いいんかい。でもちょっと面白トークできなくなるよね。職場でね。そう、下系の面白トークを。弟聞いてきましたよ私に。あの彼氏の方に、ね、お姉ちゃんに頑張ったことあんのって聞いてきましたよ。普通に言ってましたよ。すごい。僕らが子供すぎました。大丈夫でした。お姉ちゃんにガンってことあんのって、うん、で弟が彼氏は何ってことあんの。ちょうど前の日にガンってたから、え、お前言ったのって言われて。時間がもう、ね、マックの店員さんってガッツされてるんだ。そういうことだね。どう。やだやだ。そういう場所でじゃないですよ。バイト先ではないです。ガッツの時にティリリティリリ。そろそろ上がりますね感じじゃないですよ。どうで
の時給っていくらですか？650円とかそんなもんだったと思う。安っ。めっちゃ安かったです。今物価が上がったとはいえ、なんか今もらいすぎな気がしてきたけど、いやいや、もう650円ではないんだけど。今いくらぐらいの？650円1000円ぐらいいってるのかな。いや、それこそ都で決まってるんだよね、もう最低賃金が、うん、1000いくらって。ちなみに働いてた人だから知ってるなんかマックの裏技とか教えてほしいです。聞いていいんですかそんな。まあ、忙しくなければポテト揚げたてだったりとか、あとはバーガーにトッピングとか、あとバーガーにトッピングできます、できます。なんかピクルス多めにしたりトマト多めにしたりとかソース多めにしたり、逆に抜いたりもできますし。だからトッピングってことはやっぱお金かかるわけですよね。私が働いてた当時はかかってなかったんですけど、今はかかるらしいです。ポテト揚げたてでって言ったら揚げたてをくれるんですか？そうですね、揚げたてで。すごい。プラス塩なしとかいうオーダーもあったりとかしたので。来るなよ。マックで塩なしは迷惑よね。意味わかんないですよね。塩なしにしてケチャップくださいっていう。そうですよね、多分つけたいんでしょ。そういうのがありました。一個上。あんなしょっぺなんて言ったからチパチパ食うのがやっぱり。チパチパ食ってことでしょ。そうですか。ポテト、あのいつも揚げたてじゃないんですか、あれって。揚げたてなんですけど、より揚げたてを食べたいみたいな、あちあちを食べたいみたいな。あちあち食べたい。あちあちあるよ。あ、そうなんだ。勝手にこっちがあやった今日揚げたてだとかって思ってたけど、本来は言えばやってくれるんですね。あれ俺ね結構頬張りすぎちゃってね、もうすぐなくなっちゃうんですけど。あれ何本ぐらいで食うのが一番うまいんですかね。あれ飲み込める程度でいいんじゃないですか。でも1じゃいかないよね。2はいくよね。2、いやもう3、4ぐらいガブ、すごいですよ。嘘。もっと多い時ありますガブって。やばい時ありますもん。誰かに取られちゃうんですかそれ。なんか取られないように。昔3人兄弟の成功だったから、もしかしたらそういうのがあって食い地が張ってるのかもしれない。1本半。私1本です。私も1本です。しかもあのポテト1本だけ食べる人はあのピーン、まあ、ちゃんと丁寧だと思う。お、大事。丁寧ですよね。丁寧だと思います。ですよね。やっぱりこれからマック行った時の楽しみが増えたね。俺、僕とおかさんギンギンかマックでギンギンかもしれない。あれ、この子のママ2本食べてるガサツだなみたいな。ね、また遠慮しないかな。怖い。いやマックいいね。合格合格みたいな、スマイルセットだわこれ。ちなみにマックの後はどんなお仕事されてたんですか？マックの後は工場で働いてまして。またイメチェン。工場でもマックの彼と弟さんも一緒に働いてたんですか？さすがにそこまでついてこないですよ。どんだけセットだと思ってるんですか？仲いいのかな。家族経営みたいな。ピーセットみたいになっちゃってるけど。まさにファミリーセット。うまいことピーセットね。いいね、いいじゃん。マックじゃない。マックギャグ好きだな。ピーセットじゃないんだからって聞いたことない。お姉さんでしっかりしてるのかと思いきや、遅刻癖がひどいというタレコミが来てるんですが、間違いないですか？はい、あー、それ誰から聞いたんだろうな。弟さんじゃないですか？弟からのタレコミかもしれないですね。でも確かに時間遅れることが、まあ、遅刻っていうんだったらそれは遅刻かもしれないですね。いいですね。こういうしっかりしてそうな人の遅刻ってエロいですよね。なんかちょっと。ちなみにどのぐらい遅れますか？あ、今日例えば12時半迎えですって言われてたとしたら、はい、迎えから遅れるの？何時に迎えても。下の人だけじゃないのそんなの。私遅れる。迎え？何それ？ちょっとそれ勝つでしょ。迎えに遅れるのは。迎えにも遅れないかもしれない。遅れないですか？迎えは遅れないですね。じゃあ何に遅れるんですか？現地に着くのに遅れるんですよ。電車乗ってどうしてる、ね。あ、じゃあ12時半に現地集合、渋谷集合だとしたら、現地集合ってなったら、まあ、5分ぐらいは遅れるかな。仕事だったら5分ぐらいは遅れるんですけど、遊びだと 2,3 時間遅れるんですよ。もう僕ね、仕事に遅れる分にはいいけど、遊びに遅れる人全然せない。私も結構遅刻するんですけど、なんかその分かるんですよ、遅れるの分かるんだけど、なんかいろいろあるじゃないですか、遅れる人にも、はい、なんかそのパターンもあるし、うん、例えば集合はかけててもみんなで集合、何人か集合してて、で先にもう集合してるから、はい、私別に遅れてもいいやみたいな感じで遅れるのか、はい、普通に1対1で遅れちゃうのか、はい、あー
友達とみんなでいる時なので基本的に。じゃあ OK です。ですじゃあ OK。まず水玉さん逆に1対1とかでも送れるんでしょ。1対1だったら30分以内。すごいっすね。ねえ。男性だったらめっちゃ待たせてしまう。女性は絶対きっちりいくんですよ。ああ、まあまあまあ、それがまだね、足元見られてますね。そうね、男ね。え、これ彼とかだったりすると、今まで付き合った彼とか遅刻してくることを注意したりはするの？いや、注意されたことない。こんな可愛かったら注意しないんだよ。あ、そうなんですね。みんなゆっくりでいいよって言ってくれるから。いや、よかった。俺と付き合わなくても俺めちゃくちゃ言うからね。って言うんですか？付き合ってもねえくせにめちゃくちゃ言うから俺。なんで言うんですか？後に多分1年2年後かな、それ気がつくんだろうね。俺の話に怒ってるとはノリだけだみたいなね。